な。やり方というか、そのメソッド、しかも身体的というか、その場でその岡崎さんは考えたことをすぐ口に出すので、岡崎さんの思考のその道筋みたいなのをたどるのが授業の趣旨だったのかなと思うんですけど、ですから、まあ、時にはその速さについていけない時もあるんですけれども、あとは膨大なアーカイブがあるので、それをメモするのにも忙しいんですけれども、だからこそこう日本の大学ももちろんですけど、そのイギリスの美大でも、経験したことのない講義というか体操 のようなこう柔軟体操から本番前の走り込みまで全部やるみたいな そう、複数の目を持つっていうことをこうなんとかこうそうしようというふうにはやってきたんですけど、まあ先ほど言ったみたいにこうトレーニングなので、岡崎先生のその考え思考のトレーニングだから、その次どこに筆を置こうかって考えるときに、それまでの自分を断ち切って、全く別の視点から見るっていう体操を、まあ週に1回ですけどして、それから絵を描くと、体操なのですごく絵を描くということも身体的なことなので、自然に多分こう筆の運びっていうのが、それまでにこうやってたものとは変わってきてるし、それがもっとスムーズにそのできると思います。あ、けどそれは今自分が障害者の介護をやってるんですけども、まあなんかすごく自分の中ではつながりができてきていて、まあ、それはまた四つ葉で習ったことをうまくつなげたいっていうのはまああるんですけど、なんかこうなんだろう、まあ障害を持ったお子さんを預かって、そのお母さんが忙しい時面倒を見るとか、そういう仕事なんですけど、なんかこうもう絵を描くのとほぼ同じことをしているような感覚になる時とかはあるなとはいうのはありますね。どういうことですか？あ、その、こう、なんていうの、もう見て、バックしたこと、あ、そなんこかは。単純にこうなんだろう、ものすごい暴れん坊の子とか来て、あ、まあそのなんかある一定の場所で過ごさないといけないってなると、どこで安全の線を引くかってまず考えないといけないんですよ。どこまで遊び広げていいかとか、それがもうなんかキャンバスの枠を決めてるような感覚で、でどういう絵を描くかっていうのはやっぱその子とどう過ごすかっていうので、なんか自分の中でものすごく絵を描くのとそれが
ほとんど考え方が思考の流れが同じなんだ。それはなんか四谷辞めた後にその仕事をし始めて、その仕事が面白くなった理由なんですけど、今続けてて、で他の人がポッと作ってきたのがものすごいいい作品だったりとかいうのはかなりいろいろ体験していて、それをまあ具体的に言いたいんですけど難しいですね。なんかこうある時突然毎週1個みんな作って1個というか作って持ってきて急に変化する人が出てくるっていう、その瞬間っていうのはすごい授業面白いエキサイティングな感じがあって、まあ、自分はずっとダメだったから辛い部分もあったりして、けどなんか授業は本当その瞬間はすごい面白かったですね。その変化する理由とかを多分すごいいろいろ授業のフィードバックとかその人のなんか内面での変化とかがあったりとかして、孤立した人なんだねっていうふうに判断されて差別されるよって言われたんですね。それはなんかあの確かに自分でもだからこれじゃ続けられないと思った部分だったから、うん、そうだなと思って、すいません。そうで、うん、なんでそれがやっぱりこう何だろうな、うん、それはなあの今まで自分が絵描くときに何だろうな、もう何だろう、感情で描くとか、絵は作家を表すとか、なんかそういうところにそうなのかって思ってたとこもあって、でもそういうふうなものしか、そういう方法しか自分でも分かんなかった、自分の感覚をどう出すかとか、うん、でもやっぱりそういうふうな、なんか自分、四谷に来てなので、その違う時間軸とか違う空間を作るとか、自分今見えないものが後で見えてくるような感じというか、そういう別の自分じゃない別のとこに必然性を持ってくるというか、そういうとことも絡み合って、うん、私 2,30 年後こういう絵描きたくないなっていうか、そう、うん、それでなんか、覚えてるというか、まあそれはありますね、うん。なのでそのなんだろう、なんかなんその芸術的と思うものから触発されてものを作るとかというよりは、なんかその芸術的なも構造がこう世の中にあって、でなんかその中になんかそっと自分の作品を差し込むような、そういう存在のさせ方をさせたいと思っていて、確か基礎ゼミの時に岡崎先生がなんか芸術は雨の中で消えない涙だとかって言ってましたよね。なんかブレードランナーのなんかその話がずっと頭に残っていて、なんか座右の銘みたいになってるんですけど、なんかそういう存在のさせ方ができないかなと思います。あれも基礎ゼミの時に聞いた、あ、アドバイスではなかったんですけど、なんか
なんか誰かが自転車に乗って作品を運んでいる時に警察の人に職務質問をされて、これは何だとかと言われて、芸術でこうこうこういう作品でみたいな説明をしたら、ああそれは芸術だねって言われたみたいな話があったとかっていう話を聞いて、でその芸術としか説明のできないものっていうのすごくなんか憧れたんですけれども、それがずっと残ってます。